後藤一発ネッカルブットク始まりました。今日はですね、8月12日木曜日です。ありがとうございます。今日もですね、あのね、リッチとかね、大人のガリガリ君が全然売ってなくて、ちょっと相談になっちゃったんだけど、まあだけどうまいんでね、まあ当たりが出るまで食い続けようと思います。で、今日はなんなんでしょうかなと思って、本当は今日ね、女の子とね、飲みに行く予定だったの。だけど昨日連絡あって、会社の部署内でコロナが一人出ました。それでその部署内だから自分も濃厚接触者っていう判断をされたため、リスケしてくださいと。リスケ？よくね、リスケ来るんだよ、リスケ。で、みんな知らないやつ多いと思うんだよな、リスケ。リスケっていうのは、スケジュールを変えてください。その日じゃない日に移動してくださいっていうことなんだな。リスケ来たーと思ったよ。まあだけど、リスケはまあまあいいよね。会おうとしてるっていう、本当に嫌だな後藤と飲むのと思ったらリスケ出てこない。明日ちょっと調子悪いから休もう、やめようとか。だけどリスケなんで、まあしょうがないと。え、リスケでコロナのその濃厚接触者って、じゃあ俺は君とどんぐらい会えないのって聞いたら2週間ってかかってきて言ってて、長いって、2週間も会えないのって、だけど本当周りに、まあ今回は濃厚接触者っていう人だったけど増えてるんだね。まあ単純にね、東京で4000人5000人って出たら、それは100人って時より自分の今いるところに近寄ってくるその分母っていうか、それが多くなればね、100が5000だったら50倍にもなれば、自分の周りにもそういう感染者とかが出てくる確率は上がるわけじゃん。だからと思って、そんななんだなと思ってでさ、なんでみたいな、もう素人ちゃんからすると、だってみんなワクチン打ってんじゃんみたいな、それはダメなのみたいな。だけど感染者数が増えること自体あんまり注射は関係ないってこと、なんだろうな、何なんだろうな。注射打ってる人多いのに増えてるって何なのとか思っちゃうけど、だからそこは関係ないってことなんだね。これから注射ワクチン打つ人がバー増えても感染者が減るわけじゃないんだろうね。で、減るにはどうしたらいいかって言ったらさ、みんなそれぞれがコロナにかからないぞっていう気持ちで体を強くすればいいってことだね。だからみんなは体を強くする、もちろんメンタルも強くする、病は気から、気持ちからの、だからみんなも体を強くすれば、それでワクチン打てばもう完璧なんじゃないか。今そういう時期なんじゃないかなって、思ってんだよね。今はメンタルを、体を、この2つをね、ガチガチに強くしていくことが、なんだろうね、その神様からの宿題っていうかさ、お題なんじゃないかなって。ふざけんなよなマジで。それで、
後藤一発が取り組んでる、まあ体を強くする、うん、これを今日はちょっと話しておこうかなと。で、今週は昨日、今日、おととい、だから今週すでに4日あるうちの3回行ってるところがあって、それがサウナ、うん、いや、あれ4回毎日行ってるわ、4回行ってるのがサウナ、うん、サウナいいよ、うん、サウナがいいところは当然こうやって普段働いてるだけじゃそんな汗かかない人とかいるでしょ、うん、だけどサウナに行けば6分とかで汗がブワー出るんだよ、体の中の汗が。で、体の汗っていうのもやっぱり新陳代謝良くしていかないと良くないと思うね、うん、毎日同じ水がね体の中にいたって腐るっしょ、うん、だからそれは出してあるものは出して、うん、サウナで出して、それでまた綺麗な水を入れると、その体のメンテナンス、うん、プラス心メンタル、うん、もケアできちゃうっていう、うん、そこがサウナのいいところ、一石二鳥、うん、これはみんなにね絶対やってほしいと思う、うん、そういうことやってないと元気なくなっちゃう、うん、コロナがねなくなるとか言う前に、その時にまあなくなったとしてもその時にエンジン全開でスタート切れねえからさ、うん、再スタート、うん、いや、その再スタート切るためにも心と体をめちゃめちゃ強くしとくっていうのは大事でしかないでしょ、うん、そこが強くなってればこの先楽しくなる、うん、人生がね、うん、だからみんなにはちょっとサウナとかね銭湯をおすすめしたいと、プラスで後藤一発この YouTube で、これさ見てる時に喋っていいんだよ、うん、みたいな、いやいやいや何言ってんだよとか相槌打ちとかうーんとか声出していいから、そうすると一日さリモートで家いる人とかさ、うん、主婦とかさ子育て中のママとかさ、会話がないじゃん、うん、やっぱ人間とやっぱ会話していかないと完全やむよ、うん、絶対に、うん、だから育児とかでも子供とずっと向き合ってて子供が言葉喋るなんて1歳から2歳とかの間とかだから、うん、その1年間とか旦那さんが全然喋んないやつとかだったらやむかんね 100%、うん、だからそういう人たちは後藤一発の YouTube 見て俺と会話する感じで、うん、今日な結局後藤一発としか喋ってないってだけでも多分超元気になるぜ絶対。難しい話すんの大変じゃん、だからレベル低いやつとね、俺みたいなレベル低いのと喋ってるだけで相当
気が紛れるんじゃないかなって、うん、紛らわせたいんだよ俺、うん、なんか元気じゃないやつは増えてってほしくないし、むしろ元気いいやつがめっちゃ増えてほしい、うん、元気ないやつは増える必要ないんだけど、うん、元気いいやつは超増えてほしいから、うん、まあ本当にチャンネル登録よろしくお願いします。まあ適当にね喋る感じでさ、うん、すげえさ有益な情報をさバン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 言ってる人とかもいるけど、うん、それって聞き入っちゃって、ああそういうことか、あそういうことか、あそうなんだ、あビジネスってそうやってやるんだって言ってもさ、あんまり喋るっつうか会話にならないね、うん、だからそれ勉強みたいな感じだ。だから俺の YouTube 別に勉強じゃないから、うん、20分間闇を抱えてるやつがいたら解き放てーみたいな悩んでたって意味ないよーみたいな、うん、余裕だからみたいな、こんなカスがいるじゃないかみたいな、うん、私はなんか全然大したことない、後藤一発の方がカスだみたいな、それでいいんだよ、踏み台に使えや、うん、っていう感じでね俺考えてるから。でまあ本当におすすめのサウナとか、まあ昨日行ったところだけど、そのね行ったとこにもよるけど、舐めてるやつって案外いるんだよね、うん、うん、そういうやつは俺は注意する、めちゃくちゃ、うん、それはなんか常連とか、うーん、入れ墨の量が背中一面とかそういうのじゃないんだよ、うん、銭湯はティンティンのデカさだから、ちげえ、それはちげえ、うん、向けてるか向けてないかだから違う、それもちげえけど見ちゃうよね、うん、普段はそんなずっとティン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 とか、あ向けてる向けてる、カブリティカブティとかそんな感じじゃないんだけど、やっぱそいつがふざけたことしたなとか、あしでかしたなって時はとりあえずティンティン、おティンティン、あーやっぱりカブリティカブティのなんかね色はねすっごい悪い色、まあ何あれ すごい黒に近い赤紫みたいなのカブティとかは本当にクソだよね、本当に、うん、いやそうだね、あまずそのこの時期包茎のやつは高須クリニック行ってもいいんじゃないの、マジで今じゃあかぶってるカブティのやつが、まあ、見てるとする、包茎が後藤一発見てるとする、したらお前に言いたいのが、剥くか入れ墨入れるかどっちか、うん、それやれそれに取り組めっつうんだよ、うん、そしたらコロナ終わった時にもっともっといいパフォーマンスできると思うんだよね、うん、かぶってて意味あんのかおい、で色が悪いんだよマジでかぶってるやつ、本当にそういうのやめた方がいいと思うんだよね、本当に見られてるからね、うん、で昨日さ行った銭湯で俺が体を洗ってシャンプーして体洗って、で昨日はなんかお風呂セットみたいのを持ってなくて、そもそも20円払って貸しタオルっていうちっちゃいタオルを借りて、まあ普通のタオルを借りて、うん、今銭湯の値段っていうのは480円で、で20円払ってレンタルタオル借りて、
で、あとサウナ代払って300円か払ってやってたんだけど、で体洗ってでお湯に浸かろうっつってお湯に浸かってた。でお湯もなんかボタンがあって、バスみたいな、ジェットバスみたいな、でポチッとブブブブとか言って、でそれ感じながら、あーっつって、その日は昨日は、サウナがある店でもうサウナ代払ってるし、で露天もあって水風呂もあると、うん、で普通のサウナと、もう一個は優しいサウナみたいなのがあって、2つサウナがあって、で体洗って後に風呂使って、どっちの、あ、そうそう、スチームサウナ行こうかなとか、普通の熱い100度のやつ行こうかなとか、露天行こうかな、水風呂いつ行こうかなとか、こうやって考えてたら、俺の前をなんか歩いてるおじいちゃんがいて、でじいちゃんがずっとぶつくさなんか言いながら、その体洗うところとかを 2,3 周回ってて、で何こいつ言ってんだろうって思ってたら、俺のどこかな、俺のどこかな、誰か持ってっちゃったんじゃねえかな、俺のどこかなとか言って、なんか自分が座ってた場所とか、自分が体を洗ってたタオルとかもう忘れちゃってんの、ないなとか言って、俺のタオルどこかなつって3周ぐらい回ってて、と思って探してやろうかなって思ったんだけど、わかんないし、うん、でその親父が俺が体洗ってたところの前行って立ち止まってて、で俺はこのじじい何やってんだろうなと思って、だけどそれが俺のだからねなんて思ってたらさ、親父がさいきなり座っちゃって、俺が洗ってたところ、俺が貸しタオル20円で借りたタオルのところ座っちゃって、いきなりそのタオルで体洗い出したの。やめろじじい、おいおじいちゃん、じいじ、ちょっと違うよ違うよ、それ俺の俺のつって、ほらつってさ、湯に浸かってジェットバス超感じてたら、まさかないよなとか思ってたら、いきなり俺のタオル取って体洗い出しちゃって、ちげえじじい、おいちょいちゃうちゃうちゃう、したら、ふっ先生とか言って、その後そのじじい、その洗った、そのじじいが洗ったタオル、そのまま俺のケロヨン、黄色いあの桶にボーンって捨てて、行っちゃったの。嘘でしょっつって。いやいやいやっつって。お前は、みたいな。俺もさすがに、セント入った瞬間、頭洗って、体も洗って、それから湯船だから、そのおじいちゃん、じっちゃんが使ったやつを使うことはないから、いいんだっけ、いいくないんだけど、ちょっと、まあもちろん、体先洗っといてよかった、みたいな、なんだけど、うん、じじいさ、先生じゃ、とか言って、言ってそのタオル、ボーンとかって、捨てちゃって、ケロヨンとか投げちゃって。で、どうすんだよ、それ、つって。かつくなと思って、だけどてめえこの野郎とか言ってもしょうがないし、そういう大きな声とかも出してくないからさ、うん、でとりあえずまあ席に戻って俺洗ってた自分が、でそのじいちゃんやっちゃってっから、でその店にあるなんかこんなシャンプーみたいのあるから、ボディーソープみたいなね、ガガガガガガンつって、その俺のは真っ白いタオルだったの、レンタルタオル20円のガンガンガンつって、ガーンとか言って、プシ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 、ウォーとか言って、で、ピピピピピ、クシクシクシとか言って、で、水でガーとか言って、で、それ3回ぐらいやってで、だけど、もうなんかさ、今こういう世の中なわけじゃん。でね、
人が俺もうそもそも俺のなの、俺がレンタルタオルしてんだから20円で俺のものになってん、その白いタオル、それをさ第三者がやっちゃうって、うん、おかしいじゃんな、きついじゃん、ちょっと今の時期、うん、自分が使ってるね、こんなマスクとかさ、飯屋とかで取って、そしたら横にいたじいちゃんがそれ自分だと思っていきなりマスクしちゃったとか、おいおいおいそれ俺のだよってなるけどねえみたいな、それねえ飯屋とかじゃ洗えないしみたいな、うん、そういう状況ってあるじゃん。で、おいとか言って、で、俺3回洗って、で、その後、もう、その、体洗って、銭湯入った時にジェットバスでいろいろ考えてたの。ああ、スチームサウナ行こうかなーとか、100度行っちゃうかなーとか、露天行こうかなーとか考えてたのが、もう全部そのプラン崩れて、ちくしょうとか思って。で、俺がまず最初に向かったのが、スチームサウナ。うん、ちょっと温度はね80度、68度から80度ぐらい、ちょっと優しい感じ、うん、だけど水蒸気とかも出て楽しいところで、でとりあえずそこに行こうっつって、でそこ入って、でそこに行った理由のもう第1位、うん、なんで俺が露天ではなく、あ、暑いサウナでもなく、ジェットバスだったり、その日の薬湯っつって、昨日はあれブドウマスカット湯だったっけな、だったけど、あ違うな、ラム、ああライムだ、ライム湯だったんだけど、そうそう、ライム湯行かなかったりしたのはなんでスチームサウナに行ったか、うん、入ったらすぐにこんぐらいのなんかダンボールぐらいの白い箱があって、その中に塩が超入ってるの、うん、でそこのスチームサウナは体に塩をこうやって塗ったりして、顔とかにもういいんだけど、まあ、うん、で塗って、それで80度ぐらいの水蒸気とかを浴びながらじんわり汗をかくっていう、でまあそれがやりたいってよりは、塩タオルをこうやってここにかけて、で塩をゴソゴソっつって、でタオルにかけて、でもタオルをもう塩で除菌しだしたの。だからもう嫌だからさ、熱いサウナ入る時とかはそのタオルをね、冷たい水につけて頭に巻いたりしてさ入りたいんだけど、除菌しねえとダメだろうと思って清めに行ったの、スチームサウナに。でそこで塩バー塗ってで体とかにも塗って、それで外出て、あっ暑かったっつって、それで外のシャワーとかでその白いタオル洗ったりして、ああ清められたと思って、それで外に露天のところに水風呂あるから、そこで決めて、ああいいなーって、でやっと本来のなんかその一発目のムカつきとかもなくなったなーとかって、で水風呂浴びてて、水風呂入ってて、そしたら水風呂の出たところに木のベンチがあるんだけど、そこには2人ぐらい座れるの、1人2人って言って、で座ってる親父がいて、で「あー」とか言って、次はどこ行こうかなーみたいな、もうアスレチックみたいな感じで、次はどこの種目に行こうかな、どこのやつで遊ぼうかなとか考えてて、でまあその時にパーって目の前にいたじじ親父見てたら、親父がいきなりペッとかで唾吐き出したの。お前ふざけんなよとか思って、もう自分のもう借りたタオルいきなり変にじじいやっちゃったり、
いきなりふわーとかやってたら、いきなり床に粒吐く。なんかすごい露天の場所だから、だけど良くはないのよ。絶対ありえないじゃん。ペアとかって吐き出して。それで、おいっつって。心で言ったんだよ。うん。その時は。おーって思って。そしたら、その親父、桶をケロヨン持ってお湯取ってでブシャービシャーってかけて洗い出した、うん、俺がおーっつったってだけどそんなことすんなら最初からすんじゃねえよって思う。でそいつのベンチに二人座ってるベンチの片方のところに親父いて唾吐いたやつがいて、でその真横に露天風呂がある、うん、だから俺は水風呂から出てタッタッタってそいつの方行って、でそいつのとこなんか言うのかなと思ったらピッて曲がって露天入ったの。だけど距離としてはもうこんぐらいなの。そこで俺が取った行動はずーっとその露天つっても寝れる風呂みたいな感じで寝風呂って書いてある。で寝風呂でずーっとこの距離でその親父のことを永遠睨んでたの。嫌だよな、嫌だよな。睨んでたと見せかけてずっとこの距離で寄り目で見てたの、こうやってその親父のことを。そしたら親父ね、どっか行くかなーとか思ったの。そしたら、あのね、そこら辺の、あの、水をガーって入れて、掃除しだしたの。水いっぱいかけて、足でこうやって、こんなことやって。あだから、ああ、よかったなと思って、いいプレッシャーかけて。うん。だけど、本当にみんなさ、何なんだろうね。その銭湯が、好きならとか思うなら、うん、で自分も気持ちよくなりたいと思うなら、それ変なことはさすんのやめた方がいいと思うんだよね。俺はね、本当サウナとか銭湯に行く人をすごい増やしたくて、みんな超元気になってほしいから、もうあんなの元気になる、もうパワーの源だね。本当にパワーが湧いてるだ、銭湯っていうのは。みんなにも言ってほしいんだけど、そういうやつがやるとさ、ムカついちゃうから行きづらいようになるじゃん。だけど、ほんとみんなにはね、だからそういう風なやつにはならないでほしいな、逆に。うん。後藤一発に行ってきたんだけど、とか言って。うん。ペッペ、唾とか吐くとかありえないからね。そういうのはダサいからやめようっつうの。だからマナーの部分をちょっと話したんだけど、それで、まあ、カスタオルの件も塩で清めてよくて、でその変な粒吐いた親父も最後自分の足で洗い出すっていうね、うん、それも大事だ、まあ良かったしと思って、あでもいろいろあるなと思って、それで待ちに待った、やっぱ暑いサウナ入りたいから、うん、で暑いサウナ行こうと思って、もう気分転換もやり直しだっつって、そしたらそのサウナの前で身長185センチぐらいのクソでかい人が、だけど体が超細くて、体重185センチの身長で体重70キロぐらいかな。うん、すーげーでいて、めちゃめちゃ体が細いんだけど筋肉の塊みたいな、ボディービルダーですかみたいな、もう見える筋肉がバッチバチなの。でその人がずっとサウナ入ればいいのに、その暑いサウナの前でずっとこんなになってストレッチとかずっとやったり、こんなになったり、それでなんか最後の方はもう 3,4 分ずっとストレッチしてんのよ。何こいつと思って、早く行けよとか俺思ってたんだけど、それで
もう最後の方なんか俺になんかケツの穴とか見してないみたいな、え、なんだこいつ超危ねえんだけどと思って、やべえやつしかいねえじゃねえかと思って、だけど俺も入りたいからサウナで、その変なずっとストレッチやってるやつのところを、まあ、横切ってサウナを開けたの、部屋を。そしたら、あ、すいませんっつって、その185号が俺にかけてきて、並んでるんですって言ってきて、あ、そうなんですかっつって、ああそうなんです、すいませんすいませんっつって、でその並んでたの、ね、でそこを見たらサウナそんな大きくないんだけど、そこの店は4人もっと8人ぐらい入れるんだけど、その空間を作るために4人しか今入れないようになってますって紙に書いてあった。あ、そうなんだ、あ、じゃあ満車だったの、満タンだったのね、4人マックスだったんだって、で待ってたんだだけど待ってるじゃん、なんか長い時間ずっと待ってたんだなこいつみたいな、俺はただの変態かと思ってたの、違くて待ってる人、ああそうなんです、すいませんそうなんです、じゃあ待ちだって言った時に、あれ出てきたの一人、あの4人サウナの中に4人いて、その中の1人が出てきたの。だからマックス4人だから、その185センチは入ってたの。おーと思って、じゃあ俺も待とうっつって、じゃあ1人出てきたら俺入れるから待とうっつって、で待ってたら1分ぐらいでファッてすぐ出てきたの、うん、だからおー、じゃあ行こうっつって、よしっつって行った。そしたら当然中には2人いて、でその他に3番目にエントリーしたというか185センチがいて、で最後に入ってきた俺4番目に後藤一発がいる。でこの1と2は大学生で友達同士なのね、だからこいつらは多分出るときは一緒なの、表外に出るときは一緒なので、こいつらがいてその後に185がいて俺がいると、うん、でずーっとこうやって、まあ無言だよね中では。まあこの大学生2人はまあ喋ったり、ちょっとちっちゃな声で喋ったりしてんだけど、あはーとかって見てたら、サウナの中でのルールではないんだけど、みんなねよく考える、サウナとか言われる人はよく考えると思うんだけど、最初からいたやつらで、俺の1分前に入ったやつで俺だったら、じゃあ用意ドンじゃないんだけど、この4人の中で誰が一番最初にこのサウナの部屋から出るんだみたいな、大体ちょっと考えてんだよね、うん、現実そんな考えることなんかないじゃん、いっぱいだから中でのことを考えてんだけど、で俺はまあ大体まあ順序的にね、こいつだって入るまでに4分とかかかってたって、ストレッチずっとしてたってことは、こいつらが4分以上入ってる、うん、間違いなく4分のあと1分あとだ、5分ぐらい入ってる、うん、だから当然俺は一番最後入ったんだけど、こいつらが一番最初に出るでしょっていう、これはルールとかじゃなくて、うん、何分入っていいよとか入っちゃダメとかそういうのはあんまないから時間は、まあ、だけど平均ね6分7分8分ぐらいだよ、うん、サウナなんて暑いから、だから結局3、4分したらこいつら出るんだろうなと思って、でね中入ってまあ 4、5分経ったんでね、そうした時にああ今日なんか暑いなとか思ってて、だけどこいつら全然出ない、だこいつらは結局9分ぐらい入ってんの、それでも全然出ようとしないな時の俺の気持ち、いや負けられないよねっつって、なんかちょっとバトルじゃないんだけど、俺4分でこいつら9分、こいつらが出るまではさすがに俺一番最後に入ってきて最初に出るなんてそんな根性なしと思われるなんて嫌だみたいな、なんかそういうのが生まれちゃったりして、とりあえずこいつらが出たら
あと自分どれだけ頑張れるかで出ようか決めようみたいな、うん、って思ってたら全然出ない、うん、で俺の方が先に出ちゃったっていう、うん、このみたいな。俺はね、だから6分ぐらいだから、この子たち10分以上入ってて、あ、すごいな、強いなみたいな、やるなと思って、それでこのグループでは俺が一番最後に入ったんだけど、最初に出て、そしたらまた外出たら並んでて、でまた一人入ってくるみたいな感じで、で俺外出て水風呂浴びて、水風呂って言ってもね、そこね、なんかこんな風な四角いつかちっちゃくて、水風呂ってだいたいこれがね2個ぐらいあって、こうやってボンボンみたいなのがあって、で1人2人とか入れるぐらいな水風呂が多いんだけど、そここれぐらいしかない、ちっちゃいのよ。でまあそこちっちゃいんだけど、だけど俺が最後に入って最初に出て、だけどサウナ入ったやつが水風呂入るみたいな案外感じだから、だからサウナ行ってないやつは、サウナ入ってないやつは水風呂なんてそんな浸からないの。だからまあ当然空いてて、でここ入って、でちっちゃいからで普通にこうやって入って、あー効いたなーとか言って、くるくるみたいな、でスチームやった後来てるから、あのダブルで、うん、ちょっと相乗効果でいい感じだったなーみたいな。まあちょっと時間は6分ぐらい、まあ普通な時間だったし、まあだけどそれにしてもね、あいつら強いなーとか思いながら、で俺はまた露店行ったりとか、外の露店の方にある水風呂だったり、そっちの方が広かったりするし、今日の薬湯、うん、楽しんだりしてて、でまたスチームサウナ行った、うん、でスチーム楽しんで、で帰ってきて、またサウナ入りたいなって思ったら、まだ並んでるから、あーうぜえなーと思って、まあまだなんかいるんだと思って戻ったら、その大学生2人のやつらは露店であった、その後露店であったから、あーあいつら頑張るなとかで、まあだけど案外長かったのすげえなと思って、で俺案外ね10分か15分ぐらいうろうろしてたの。それでもう一回サウナ入ろうと思って見たら、まだ並んでたから、あー回転率悪いなみたいな。そしたらそうだよね、だから俺が10分20分ぐらいうろうろして行った時に出てきたんだ一人、それが185センチだったの。すげえなこいつと思って、20分ぐらいそのサウナ入ってたの、マジかと思って、こいつやべえと思って、すごすぎるの。でそいつが長いよ、だからね多分外で待ってたね4分か5分、それがムカついちゃったのか分かんないけど、反動か分かんないけど20分サウナにいたんそいつは。で出てきて、で何すんのかなと、まあ水風呂入るんだけど、で水風呂入るしかないんだけど、水風呂入ったの、したらそいつ何しでかしたかというと、そのちっちゃな一人用の水風呂に入って、で水面まで入るやつとか全身入るやつとかもいるんだけど、そいつはこういったまんぐり返しみたいな状態で、もう水面の中でこんなまんぐり返しの状態でそいつ潜ってたんだよ、ずっと潜ってて、であれって潜ってるにしても長えなと思って、で俺時計で測ったの、時計があるから。そしたらそいつこうやって水風呂にまんぐり返しの状態で2分潜ってたの。奇跡でしょ奇跡でしょ。20分サウナに入るのもまあまあ舐めてる、4人しか使えないんだからちょっとうまく回せやとか俺は思うの、うん、もう自分の独断でしかねえし、でその後そのサウナに4人いたら、まあこの185が出てきました、20分もいたやつが出てきました、で残りの次のやつとか出てくるんだよ。
タイミングで。その時に水風呂が一人用の水風呂、まあ露天の方行けば水風呂もう一個あるんだけど、だけど大体そのサウナの横にある一人用のところに入ってくんだよ、大体のやつが。なのにそいつが潜って、まんぐり返しみたいな潜っちゃってるから2分だよ。で2分やって「はぁ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 」とか言って、やめろって、沐浴マジでそんな「はぁはぁ言うな」みたいな、そんな場所じゃねえんだよ。で「はぁ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 」言った後何するのかなと思ったら、また潜り出したの。また2分潜ったの。こいつ頭おかしいと思って、それでその後に出てきたやつとかも、え、何こいつ潜っちゃってるし、何ってちょっと変わってくださいよとか言っても聞こえないじゃん。そいつ瞳閉じてるから、瞳閉じてもう無になってんの。いやまあ無になりすぎだよ2分は。で2分で終わって、はっはっはっつった後また2分やるんだから、やべえよ。そういう使い方だけはしないでほしい、うん、俺はね。めちゃくちゃ、いやー、そういうやつって、いやいや金払ってんだからって言うんだよ。それはお前はサウナとか銭湯に行って心を整えてるわけじゃねえよな、うん、俺は心と体を整えに行ってほしいんだけど、そういうやつはあんま来てほしくない、うん、店の人もそう言うと思う、うん、ありえないな。だからそいつと被ったら、その一人用の水風呂なんだけど入ってっちゃおうかなで、そのまんこんな状態でいるから、そこに筋肉バスターかけいくよみたいな感じで、こんなになってこんなになっちゃおうかなみたいな。だから今日はもうさっきも入っちゃったから、もう1日2回とか行かないけど、もしもまたそこ行ったら、まあ筋肉バスターかけちゃおうかなと。いや長すぎだろっつって、うん、そんぐらい行ってもいいのかなと思って。でね、今日じゃあ一軒ちょっとおすすめしたいところがあって、俺よく薬師湯って押上のね、スカイツリーの真下にあるところがあるんだけど、それが長男がやってて、で次男が萩の湯っていうねところやってて、で三男銭湯三兄弟、銭湯を経営してる三兄弟、薬師湯、萩の湯、うん、で、そう萩の湯はウグイス谷にやって、あれだよ。で俺が今日紹介したいのは上野の三男がやってる寿湯、まあ最高だから、マジ超最高だから。でみんな本当にいろいろなサウナ、うん、いっぱいみんな知ってると思うけど、うん、俺のおすすめも、まあもしよかったら全然行ってほしいんだよね。でこの三兄弟マジで超やべえから、うん、超やべえしか言わない、うん、あとは何がやべえかは行けばわかる、うん、その店の一個一個にその店のコンセプトがあったり、その店主の人たちの思いが詰まってるから本当に最高だから、うん、で今日のその三男がやってる経営してる寿湯、うん、寿司の湯はもう超最高で、そこは朝の11時からやってて、だいたい銭湯って3時からみたいなイメージじゃん。だけど11時からやってて、でやっぱ上野とかだからさ、やっぱなんだろうな、ちょっとはさ怖い人多いんだよ、うん、まあ入れ墨の数がさ怖さの数ではないんだけど、まあ昔ね中学の時とか上野行くのをビビってたりしたよね、うん、なんか財布の中には1000円しか入れないで、靴の中に1万円札を入れて歩くみたいな、カツアゲ防止みたいな、やっぱ怖い人が多いなみたいな街だったらね、うん、だけど今もさそうやって入れ墨の人とかもいるんだけど、だけどなんだろうな、俺が昨日行った銭湯にいたお客さんみたいな
なんかマナーが悪いみたいな人は一人もいなかったね。いやめちゃめちゃなんだろうな、うん、入れ墨入れてから入れてるから不良とかじゃなくて、すげえ本当にルールにのっとってっていうか、普通に普通通りに、うん、みんな普通に気持ちよくなってる人が多いなみたいな。あ、いい店だな。それはやっぱりその経営してる三男の人柄とかがマジでお客さんに乗り移ってると思う、うん、だから本当にその店に来る人っていうお客さんっていうのは鏡なんだ。だから三男がめちゃめちゃいい、次男もいい、長男ももうその銭湯三兄弟全員かっこいい、やっぱそういうところにはかっこいいお客さんがいっぱいいるって思った。あーすげえいいな。でそこはサウナが250円なの。480円プラス250円払うとサウナが味わえる。でそこのサウナは熱いサウナもあれば、あのスチームもある、あの塩のやつとかもあるんだけど、で水風呂が露天のところに1個と、もう1個洞窟の水風呂っていうのがあるんだけど、その洞窟の水風呂が相当気持ちいいんで、これ超おすすめなんだよ。洞窟なんだよ、ホラー穴見てるとで入るんだけど、露天のところにある水風呂よりマイナス5度ぐらい低いから、いやいや本当に下がブク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 とかって超やばいから、これはね感じてほしいな。でこの3兄弟がやるその日替わりのお湯が、まあ、全店舗違うんだけど、とにかくこだわってる。今日はアセロラ湯だったんだけど、アセロラとかマジでいいからね。いや本当になんかまあ健康的なものだったりはするんだろうけど、それが銭湯の中に入ってるっていう、うん、めちゃめちゃいい、うん、アセロラ湯以外にもやばいのいっぱいあったの。上野だから、あのパンダの子供が生まれたとか言うとパンダ湯とかやるんだけど、そのパンダ湯とかも、まあ、マジやばい、ガチやばいから、で行ってほしいな。でサウナの値段が250円で、そのすでに安いんだけど、回数券が売ってたの、10枚綴りの、うん、2500円すると思う。まあ1回分ぐらい安くて2250円とか、まあそんなもんかなとか思うでしょ、うん、1回250円のサウナ、これの10回券いくらで販売してると思いますか。ことぶき湯超ビビるよ。1600円、安いなぁ、すごくない？250円のサウナ6割ぐらいで買える、4割安いの、 40% オフでそんな10枚つづり売ってるの俺初めてで、そんな店ないよ。俺いろんなサウナ行くけどそんな安い店ない。だけどあれは買いですよ、超安い、うん、でそうだね、だからみんなサウナに行く時間とかが案外かぶっちゃう、まあ、夕方5時から7時とかが案外ピークだとしたら、その前に行ける人とか、うん、今こんな時期だからリモートですとか言って、で11時からオープンしてるし休みがそもそも全然ない、あの定休日ないから15日に1回とかしか休まない店だから、早い時間行ける人とか、うん、サウナが混み合ってない時間行ける人だったら絶対買い、うん、めちゃめちゃ買い、うん、俺もサウナのその10枚つづりみたいなのっていろんなところで俺も持ってんの。だから今回はちょっと買わなかったんだけど、ちょっとその今言ってるカードが4枚ぐらいあるのね、10枚つづりみたいなのがいろんなところに、だそれをちょっとパッパッパッって消してったらちょっと買おうかな。あんまりそのポイントカードじゃないけどそういうので財布パンパンにするの俺嫌いで、だからちょっとそこら辺をきれいにしてからね行こうかなとか思ってるんだけど、禁止サウナっていうそのまあ銭湯ではなくてもうサウナ
があるんだけど、120度熱波とかね、男なら黙れ黙って入れみたいな、まああるんだけど、そこ1回880円、でまあ会員になって10回行って会員になって770円とかでしょ。でもね、ちょっと120度はまあ気合がないとか根性とかじゃなくて暑すぎ、うん、あれだとちょっとね、体もその気持ちバイブスも整わないんじゃないかなって、ちょっと強すぎちゃって、うん、なんでちょっと俺はね、禁止サウナにも最近よく行くんだけど、ちょっと普通の銭湯サウナっていうのをちょっと強く押していきたいかなっていう、うん、そっちの方がね、なんかね、いろいろなストーリーとかね、物語があるなぁなんて思ってます。まあ今日は本当銭湯の話で終わったけど、まあこれからもね、銭湯の話はどんどんしていきたいし、みんなもやばいと思ってるところは教えてほしいです。俺はね、フットワークマジで軽いんで、すぐピュ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 っていくから、まあそんな感じで今日は終わりにして、もし夜、もうすることないんですよ俺今、もうこの後、もう夕方今5時ぐらいだけど、帰ってもすることないんで、夜配信しようと思ってるんで、もしよかったら、うん、1日2回後藤が見れるなんて、お盆の時期ぐらいだけなんで、よろしくお願いします。後藤言います。根からぶっとく、今日も最高最高最高。